私たちディープギークです。急に隣の人が動き出して驚いた白雪湊です。篠田めくれやです。何も思いつかなかった三日月です。何も思いつかなかった。思いついてないポーズじゃないんだよな、その2つ。まあ、あの、はいはい本日ですね、話すディープトークのテーマはですね、みんなが欲しい、みんなが、私たちかな、私たちが欲しいキャラクターの能力です。見せる、yeah. なんかいっぱいある、いっぱいある、ある。じゃあ、まあ今日はとりあえず一つに絞って、うん、また今度やれそうだったらやろうね、うん、はい。じゃあ、私から言っていいですか。はい、どうぞ。私、あの、Apex にハマってるんですけど、今、はい、最近ちょっと便利だなって気づいたことがありまして、ね、Apex のライフラインっていうレジェンドがいるんですけど、はい、キャラのことなんだけど、ライフラインってキャラクターがいるんですけど、それの、あの、ウルトのアルティメットの、あの、ケアパッケージっていうね、はい、いろんな荷物が、なんかそのレアアイテムみたいなのが、こう、ドーンと降りてくるアルティメットがあるんですけど、それが便利なのと、あと、体力全回復できるんだ、あいつ。うん、どんだけ、ね、そう、どんだけ働いても体力が全回復できる。幸せやで、すごいチートだね。あの、そう、助かってます、助けてます、いつも助かってます。物陰に隠れてドローン出して、そう、基本的に回復役はすごい重宝される能力だと思うので、うん、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、エペゼイ、エペゼイです、エペゼイです、よろしくお願いします。よろしくお願いしますですね。私は何ラインです。エジョイチグ、はい、私は文豪ストレイドッグスから中島敦の月下獣っていう能力が、人工隣になる能力なんだけど、うん、昔からなんか動物に変身したりとか、そういうアニメとかめちゃくちゃ好きで、変身願望、変身願望があるから、なんか虎になりたいなと思って、まあ、かっこいいよね、虎、虎になって街中走りまくりたいなって思って、迷惑だよ、あの、賞金つけられちゃうよ賞金じゃない、なんだっけ、懸賞金、懸賞金なりたいなってつけられちゃうよ。3000万、3000万億3000万の懸賞金かけられようと思います。ダメだね、ご覧になって。じゃあ、はいはい、ブーストつながりで、はいはい、私はささめゆきっていう谷崎潤一郎くんっていう、うんうんうん、同じ探偵社にいる子なんですけど、の使うささめゆきっていう能力を使ってみたい、うんうん、これはね、なんか幻影を見せる、幻惑、そう、幻惑を見せる能力なんだけど、まあだから、なんだろう、幻だよね、言っちゃえば、うん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 、そう、相手に幻を見せる能力なんだけど、まあ私は、あの、よくですね、幻背負い投げじゃなくってじゃなくって、乗っちゃうから乗っちゃうよ、この人、あの、よく街中でですね、あの、いろいたる人に捕まるんですよ、うんうん、まあ、あの、変な人だったりね、うん、キャッチだったりね、いろんな人に捕まるんだけど、あの、なるべくなら捕まりたくない、うんうん、そう、それなんかついてく気ゼロだから、うん、なるべくなら捕まりたくない、じゃあここで幻惑を見せればいいじゃないですか、で、私はその間にササササって行けばいいじゃないですかっていうね、そう、便利だね、そう、意外とこれ使えるでしょ、そう、何に使うんだろうなって思ったけど、そうそうそう、いい、ね、あと、まあ、やっぱ単純に綺麗だって言うからさ、この技見てみたいな、サメ雪っていうくらいからね、そう、細かい雪って書く、うんうん、普通に小説もあるし、そう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 です、はい、すごく綺麗な、まあ、あの、アニメの映像でもね、見ていただければ分かるんですけど、とても綺麗な技なので、ぜひよければ見てみてください、うん、私はそれでナンパを避けたいと思います。頑張って頑張って、あ、トラになっていくわ、助けて、オッケー回復してもらうわ、トラはちょっと対象外やろ、うん、なるほど、トラは対象外ですね、ラフラインちょっと人間しか無理です、ふいはい、みんなはどんな能力を使いたいですか、リップギークと同じものがあった方、そしてこんな能力いいんじゃねと思った方、ぜひコメント欄に書いてみてください、書いてください、はい、そして高評価、共有ボタン、通知ボタン、チャンネル登録全部押していってください。他にもまだまだ言いたいある、あるので、皆さんの高評価が第2弾へとつながります。第2弾やりたいです、よろしくお願いします、待ってます。以上、私たちディープギークでした。ケンタッケージの輸送人間失格
バイバイバイ。